この春またトーマスに会える。ある日ゴードンの客車を脱線させてしまったトーマス。トーマス危ない。トーマスめ、トップハムハット卿に怒られてしまい、違う線路で働いていると秘密の洞窟に。そこでトーマスが見つけたものはなんと海賊船だ。そして新しい仲間たちに。僕ライアンって言うんだ。今のはマイクですよ。それからレックスだ。そしてバートも。ちょっと怪しい。船乗りジョンもやってきた。わしの名はジョン、船乗りジョンだ。僕はスキフ、お宝を探してるんだ。海賊の宝物を探すはずが、わしのお宝はどこにある。トーマスはソドー島の宝物を守れるのか。さあ大冒険に出発だ。機関車トーマス、探せ謎の海賊船と失われた宝物。僕ならできる。前売り券を買うと、いろんなデザインのミニミニサイズのトーマスや仲間たちがもらえるよ。さらに映画を見に来てくれたみんなにもプレゼント。